まずすいません、これガソリンって書いてますけど、この中灯油入ってます。灯油です。灯油をご使用していただきます。あとは燃料用アルコールを使っていきます。まず灯油をこのところに入れていきます。調合をこんな形で入れていただいて、で大体7分目ぐらい、ここからよくちょっと見えますけど、大体このぐらい、このぐらい入ってるなーっていうのを見ていただいたら満タンに入ってると思っていただいていいと思います。灯油を入れていただいたら、こちらのキャップを閉めていただきます。もう一個上に実はキャップがあります。ここは開けた状態、このままにしておいてください。次にこちらのアルコールを、でこのカップの中に並々しっかりと注いでください。注ぎ終わったらガラスをかぶせて、そしてさっき準備したこのマントルがついてる傘、これもかぶせていきます。でもう一つ最後ベンチレーダー、こちらもかぶせていただいて、このネジを、まあ、両サイドですね、締めて動かないようにしてください。ではこれからプレヒートと空焼きですね、やっていきます。今中にアルコールなみなみ注いでますので、このガラスを持ち上げて火を捨ててください。そしたらここで中のアルコールに火がつくので、この部分に、まあ、マントルですね、マントルに火がついて、これが空焼きという作業になります。でなんでプレヒートが必要かっていうと、こういうってガスにすごくなりにくいです。ガスになるようにこのバポライザーという管をしっかり温めてあげるという必要があるんですね。なので例えば冬、あとは結構標高が高いところだと気温がすごく下がるので、プレヒートは1回だけじゃなくて2回やっていただいても大丈夫です。3回やっていただいても大丈夫です。で、ちょっと注意点なんですけど、今撮影にあたって室内でやってるんですが、テントの中だったり、密室の場所でやらずに、まあ、換気のいい場所でマントルの空焼き行っていただければと思います。で、そろそろここが余熱がしっかりできてきましたので、点火を行っていきます。さっきのこのキャップ、減圧キャップ、この部分を開けっぱなしにしてました。次は閉めていきます。そしたら次ポンピングです。ポンピングをまず5回やっていきましょう。1、2、3、4。この時に少し白い明かりでついてきたら、灯油がガスになってるなっていうところのサインになっていきます。もう1回だけやって5回やっていきます。ここは慎重に綺麗に映ったなって見ながら、ゆっくりポンピングをしていきましょう。今の感じで白く明かりがついてきたら、こっから20回から30回ポンピングを行います。でこのぐらいでしょうか。